20センチの正方形があります。その頂点から15度となるように線を引いたときに、囲まれたときにできる斜線部分の面積を求めなさいという問題を解説していきます。どうぞよろしくお願いします。はい、さて、まあ方針なんですけれども、多分真ん中正方形ですよね。正方形なんで、まあ一辺の長さを求めるのか対角線の長さを求めるのかということになるんですけれども、もう一つ、全体から引くという手法を使って面積を求めていきたいと思います。これを解くにはすごい経験が必要になってきます。この15度を活用しないといけないので、15度をどう活用するのかっていうのがポイントになります。はい、15度の三角形、これ全部巻き込むんじゃなくて、これ法人算的にちょっとだけ外します。はい、このような15度の三角形が同じものがこれ4つあります。はい、結論から申しますと、これらを引きます。はい、さて、この直角三角形において、ここ直角15度なので、ここ75度ですよね。で、75度、15度になってますので、またここ90度。まあ、相似形ができてるんですけれども、まあ、ここは90度、75度だと思っておいてください。はい。この90度、75度の、この三角形の面積を出したことがあるかどうかっていうことになるんですけれども、はい。この15度の三角形っていうのは、実はこういう角度なんですよね。一辺20センチ20センチの二等辺三角形、30度の二等辺三角形のちょうど半分になります。この三角形がこの三角形と全く同じ図形だと思っておいてください。はい、すると30度の二等辺三角形は面積が出せます。それはなぜかというと、高さが求まるから。底辺20センチに対して、ここに30度、60度、90度、正三角形を半分にしたものがありますので、60度のところね、挟んで、これ2対1の関係になります。はい、だから20に対してこちら10。はい、だからここの面積は 20×10×1/2 で、はい、これが100ということがわかります。そうすると、その半分ですので、100÷2 で50ですね。はい。そうすると、もうお分かりでしょうか。50、50、50、50。ということで、全部で 50×4 で、はい、200ということが分かり、全体の面積は 20×20 で400ですよね。はい。なので、最後は 400-200。これ全く同じ面積になるんですよね。白の部分と斜線部分がね。はい、ということで答え200平方センチメートルが正解ということになります。はい、以上です。ありがとうございました。